はい、こんにちは、ピアですけどね。おはようございます。毎朝ね、一本動画を上げようと思ってね、今頑張ってますけどね。今日はね、普通の俺の朝の日常ということでちょっとね、紹介していきたいと思います。はい、ハンモックね、ちょっとワイドにする。ハンモックこれさ、これ乗るんだけどさ、まあ朝は乗ってられねえけどな、これ。よいしょ、大丈夫か、俺大丈夫かな、こんな感じだ。まあこんな感じで、ああハンモックいいね、二度寝しそうだここで。いやいや、そんなことやってる暇はない。はい、今日ね、今朝6時ですね。いつもだいたいね、4時起きぐらいですね。はい、じゃあね、今日ちょっと朝の1日どんな感じなのかやっていきたいと思います。はい、朝はね、だいたいまず水やりするかな。水やりこいつらにね、ちょっと水をね、すごいんだよな。これ一回さ、死んじゃったんだけどさ、この何にもなくなっちゃったの、葉っぱが。でもなんかすげえ復活した。ということでね、これにね、水をやるっていう感じですかね。で、水やりに使ってるホース、これなんだけどさ、これほら、通販でやってるやつ、ね、まだ買って半年ぐらいだけど、これ水、ひねんちゃんどういうことこれ。どこに水やってんだよ、まあ、マジでこれっていう感じでね、まあ、水をね水弱届かん、おい届かん、どういうことこれ。あっちの方が多く水やってるっていうね。毎朝じゃないけどね、まあ、水をあげてます。感じのことを喋ってる間にも、ここの水がダダ漏れよ。ふざけんなっちゅう。これ結構便利なんだけど、穴が入ったら意味ねえよって。はい、それが終わったらね、コーヒーを入れますね。コーヒー入れるんだけど、見て。ね、デロンギ。ここ。どうなってんねん、これ、もう。これぶっ壊れたんで、ね。新しいのをね、買いました。これね、これなんかね、温度調整ができるんだよね。50、60、80、90、500電源ポチみたいなね。で、最近のやつ、これさ、なんかね、こう転んでもそんなに水が漏れないみたいなね、安全性を重視してるよね。これでね、なんか知らん、昨日開けたばっかりだからやり方わからんけど、入れて、まあコーヒーをね、飲みますね。はい、コーヒーはね、ドリップでなんかね、こう持ち運びできるね、こっち側になんか豆を入れるとね、なんかこうで、なんか USB でこんなんなってて、これ前紹介したよね、なんか動くんだよね。動くと豆がすれて、このね、このフィルターで入るっていうのを使って、まあドリップですね。で飲んでますね、毎朝。これね、フィルターいらなくて便利だよね。これ便利だよね。なんかこれのフィルターだけなんか売ってるよね。それも意外と紙のやつはさ、結構めんどくさいじゃん、なんか買わなきゃいけなくてね。そういうのは便利で、もう最悪コンビニのね、もうすってやるやつ、もうこれでもいいやつって。もうスペシャルブレンド意外とうまいよなって、なんか最近思ってきた。はい、湧いてきた。まあだからコーヒーだと100までいかなくていいんだよね。どのぐらい、80ぐらいでいいのかな、うん、でこのね、ちょっと口のね、コーヒー入れること多いから、口の長いやつね、細くて長いやつにしてみました。はい、コーヒー入れたらコーヒー持ってこっちの部屋ですね。このね、
よいしょ。よいしょと。ここに来ますね。ここでまあいろんなチェックをしたりとかしますね。はい。コーヒー飲みながらここにいて、はい。まあちょっとね、ウェブでね、調べ物をしたり、ニュース見たり、ここでだいたい1時間ぐらいかな。なんだかんだと、やりますね。ギターね。ギターをこうやって弾きながら、30分ぐらい、なんかね、いろいろ調べ物をしたりとか、ニュース見たりします。みたいな、ギターを弾きながら、まあ、こういうね、一応 YouTube やんなきゃいけないから、こういうね、YouTube のゲームの新作の、なんかアップデートが何があったとか、これ、どんな感じみたいなね。こういうの見ながら、なんかギター弾くね。この時はもうひたすらね、ひたすらスケール練習、みたいなことを、毎朝30分ぐらい、みたいなことを、っていう風にね、まあギター弾きながら、なんかね、見てるよね、いろいろね。まあ、YouTube 見てたりとかね、するよな。ギターの雑音が、ちょっと待って、消す。何これ?ロールアウト。これ面白そうじゃん。ザ・クルー2だね。はい。コーヒーを飲みながら、ギター弾きながら、はい。なんかね、いろいろ情報収集してますね、1時間ぐらいね。そんな、こんなやってると、だいたい7時ぐらいですね。はい。なんで、こっからね、俺、風呂に入るんだよね。はい、風呂入ります。でちょっと、まあ、風呂に入るって言ったんだけど、SIM をねやるときあるね。 SIM をね、 SIM をここで1時間ぐらい乗ってとかね、30分ぐらい乗って7時半ぐらいからかな、風呂に入りますね。風呂にね、はい、風呂はね多分できてるんでね。風呂、そう、朝風呂のスイッチ入れるっていうの忘れた。このマンションいいんだよね。なんかね、倒れてもね、俺一人で倒れてもエマージェンシーがついてる。うん、はい。で、まあちょっとね、風呂に入りますね。じゃあ風呂入ってきます。え、そのシーンいらんだろう、いらんだろう。はい、風呂に入ったら、まあ歯磨いてね、髭剃って、鼻毛切って、みたいなことだよね。あ、風呂ね、結構ね、これ、入れる。おっさんだから、バブだな。おっさんにはバブだよ。てな感じで。これね、前回紹介したこれね、いいね。でもさ、これ手きれいきれいの方が泡が細かいってことに気づいたんだね、やっぱりね。なんで他のところはね自動じゃねえっつう。クローゼットだね。クローゼット来たね。もう一個あるけどね、クローゼットね。はい。クローゼットで着替えますね。はい。で、着替え終わったらね、ちょっとまだあれ、作ってない。あれ作んなきゃいけないんだけど。はい。まあまあ、リビングで、くつろぐっていう感じかな。はい。はい。でね、こっからね、そうだな、まあ、8時ぐらいまで、情報番組見たり、ぼーっとして、で、そうするとね、今ね、車乗れないんですよね、俺ね。なんか、車乗らないでくれって言われて、会社に。なんで、車ね、お迎えが今来ます。運転手付きの車がね、今、雇ってるんで、運転手付きの車が、このね、マンションの下に来て、まあ、電話が鳴るんで、電話が鳴ったら、まあ、降りて行って、まあ、出勤するという感じがルーティンだね。はい。で、YouTube はね、だいたいこう、朝のその時間に撮るか、だいたい、まあ、日曜日に撮るとか、帰ってきてからね、夜撮るっていう感じですかね。はい、ということでね、やってきましたけど、いかがだったでしょうかね。朝のルーティーンということで、なんかね、まあ、大したもの撮れてないけど、はい。ということでね、またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これ、あ、そうだ。これの、すいません。いろいろね、教えてもらってありがとうございます。ちょっとね、次回これを組み立てるっていう動画もね、撮っていきたいと思います。これ何か分かってないよね。はい。ズイフトっていうね、ロードレーサーシュミレーターっていうね、なんか、家にいながらにして、
なんかね、バーチャルのコースを走れるっていうね。あ、そちらの動画もね、ちょっと概要欄貼っとくんで、そちらの、これね、これの説明してる動画ね、あるんで、それもご覧ください。ってことでね、もうそろそろかな。迎えが来ると思うんで、行って会社ね、出勤したいと思います。じゃあね、バイバイ。